こんばんは、野村くん一です。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は11月21日通常運転の日曜日なんですが、今日はですね、一人で喋らなくてもいいようにというわけじゃないんですけども、ゲストをお迎えしています。はいはいだけだと。こんばんは、ラッドインプスの大王次郎です。素晴らしいですね、はい、お邪魔します。お邪魔しますっていつも僕が君の家にお邪魔してるような気がするんです。本当ですねこれこのまま飲み始めてもいいんだけどね。なんかくんちゃんといて酒がないのもなんか久しぶりというか珍しいですよね。本当だよね、うん、しかも2人でずっと飲んでたからね。うん本当にだんだんここが部屋に見えてきたんですけども、はい、後ほど野田くんにはアルバムのことや、はい、ちょっと今年1年のこととかいろいろ話を聞きたいと思います、はい。そして最初にいつも通りお便りを読みたいと思います。ラジオネームバーニーさん。くんいちさんこんばんは。突然で申し訳ないんですが、くんいちさんの初めてのフランスはどのような経験でしたか。このご時世ではありますが、来年の1月にフランスに行く機会ができました。フランス人である僕の彼女の実家ランス市で3日ほど、それから6日ほどパリで過ごす予定です。初めてのフランス、彼女の家族とも会話ができない、緊張するばかりですが、旅に再び行けるだけでもありがたいと思っています。2年ぶりの国際トラベルを楽しみにしています。くんいちさんが再びパリに行けるとしたら何をされますか。リクエスト曲はチェット・ベイカー Round Midnight 79のアルバムからの Round Midnight をお願いします。ありがとうございます。パリといえば昔一緒に行ったよね。行ったね。あれ何年前だろうね。 3,4 年前だった気がする。もっとかな。みんな行くなら行こうかなみたいな今考えると夢のような時代だよね。本当ですね。ふと思い立って行くみたいなね、まあ、特にあの確かパリコレコレクションの時期だったからかな。そっか。そうそう、なんかみんな行くならもうこっちは仕事ないけど新幹線で京都行くみたいな感じで行ってたもんね。そうそうそう、ほぼ毎年なんかパリコレ行ってたな、あの時期は。ちょっとしたお祭り騒ぎだったものね。それで本当毎日がねお祭りで、あの時期のパリはカフェ行って酒飲んでコーヒー飲んで、そうそう、毎晩どっかでパーティーがあって再びパリに行けるとしたらそんなことをしようと思っています何か一言二言ありますかと。いやいや、なんか不思議な気持ちで、結構くんちゃんのラジオを車とかで聞いててなんかあこれこれと思いながら今しみじみと聞いてましたけど。聞いたよって言われるとなんて言っていいか分かんないよねいやいやね、不思議な。でもなんかこう家にいる時のくんちゃんとまたさ、このトラベリングウィダウトムービングのくんちゃんはまたちょっと違ったりするじゃん。それはだっていじる相手がいればいくらでも早口でも喋れるんだけど普段はここでさ iPad を見ながらボソボソやるわけで、弾き語りとかしないんですかここで俺んちではずっと歌ってるけどいやいや、1回ぐらいねやってもらったらみんな喜ぶんじゃないですかね。番組が終わる時にやろうかな最終回最終回いい日旅立ちみたいなのをやりたいと思いますが、ね、じゃあお便りをまた読みたいと思います。ラジオネームトロイダイヤさん。くんいちさんこんばんは。学生時代好きだった子に20年ぶりに会うため列車内でメッセージを書いています。私自身も結婚してすっかり中高年になりましたが、なんだか向かう道中は学生時代にタイムスリップしたような緊張と高揚の狭間に揺れ動いています。リクエストは当時彼女と見に行った映画リアリティバイツの思い出曲 U2 の All I Want Is You をお願いします。ありがとうございます。学生時代20年ぶり、面影があるのかないのかもしくは自分になかったりする場合もありますからね。この年になるとねやばいんですよ。洋次郎はまだ若いからいいけど、いやいやいや全然それでも50歳で同窓会をいきなりやると、うん、全員名札をつけてないとわからないっ
しかもクラスの名前まで書いてあるらしいよ。いやでもそう、俺でも小学校の同窓会とかなんか3年前ぐらいにやったけど、やっぱ半分ぐらい分かんなかったもんな。分かんなかった、分かんな、もう分かんなかったっすね。今日も道歩いてたら声かけられてじーっと見られるから、うん、何なんだと思って自分も見返してたら、うんうん、高校以来会う同級生っていうか、他の高校の、うんうん、くんいちって言われて、そうですけど若干の間があるやつね、間があるやつ、なんだろうなんだろうっていう、本当に年取るって何なんだろうなって感じなんですが、陽次郎くんはこのリアリティバイツっていう映画見たことありますか？いや、ないですね。リアリティバイツ、出たジェネレーションギャップ、ないですね。いや、早速見ます。これも青春映画の金字塔で、誰が出てる？ウィノナライダー。ああ、はいはいはい。90年代に育った男の人は理想の彼女系じゃないかな。あ、なるほど。小柄で少女漫画みたいに目が大きくって、うん、でもタバコとかスパスパ吸う感じだ。ああ、なるほど、うん、早速ググってるんですね。はい。サントラがすごくいいのでぜひ聞いてみてください。いいタイトルですね、リアリティバイス。本当ですよ、うん、U2 の All I Want Is You はもうすでにかけていますので、同じサントラからスクイーズの Tempted 94をかけたいと思います、うん、続きまして、ラジオネームモネさん、こんばんは。いつもほろ酔い気分でキッチンに立ちながら聞いています。コロナになる前の公開収録に行かせていただいた以来のお手紙になります。こんな状況ですが、先週からイギリスに滞在中です。フィアンセを置いて1年間一人旅。ほら、素敵な話。結婚する前最後の長期滞在かなと、これで最後と満足するかなと思いつつも、来てみたらまた長くどこかに長期滞在したいなという気持ちが強くなりました。現実逃避か旅好きの佐賀か、自由を失う怖さか分かりませんが、一年間こんな状況下ですが楽しみたいと思います。また君一さんのイギリス国内でここは外せないという場所があればぜひ教えてください。リクエストは君一さんが夜テムズ川沿いを散歩するときに聞きたい曲をお願いします。ありがとうございます。これフィアンセを置いて1年間一人旅ってね、さらっと言ってるけど、まあまあすごい話ですよね。陽次郎くんだったらそれはしない？しないし、どういうことなんだろうね。もうでも結婚するからこそ最後にシングルライフを1年満喫するってことかな。これもうなんか契約して予約したからもう安心して出るぞっていうやつなのか、うん、気が変わっちゃいそうじゃない1年間旅ってどっかちょっとだけ。まあね、もしくは絶対待っててくれると思った彼女がいなくなってる可能性もあるから ね、うん、ね。まあでも決めた以上楽しいイギリス生活をしてほしいんですが、うんうん、なんだかんだストーンヘンジの辺とかはすごい綺麗で僕は好きですし、ロンドンから南に1時間でブライトンって、まあ、今すっかりブルックリンみたいに高くなっちゃったみたいなんですけど、うんうんうん、学生街の街がすごい楽しくって、まあ、そういうとこに行くのもいいし、湖水地方に行ってですね、ピーターラビットの生まれ故郷童心に帰って飛び跳ねてみるっていうのもいいかもしれません。なるほど。リクエストにお答えして、先日、まあ割と最近出たんですが、元オアシスのリアム・ギャラガーがテムズ川でやったライブ音源から、うん、All You Are Dreaming Of をかけたいと思います。曲をかけてる間に話してたんですけども、陽次郎くんが好きそうなのを少しかけたいなと思ったんですが、ありがとうございます。まあリアムは元オアシスなんですけども、うん、何回ぐらい一緒に歌ったかしらね。本当ですね。でも中1ぐらいで出会って、オアシス、うん、一番好きな曲ってむついよ。でもギター酒飲んでて歌うときはいつも Don't Look Back in Anger とかだよね。そうだね。でもほとんどの曲弾けたな、もう中高は。あ、本当に。うん、Hot Ever とか Live Forever も好きだし、
うん、オアシスのスタンドバイミーとかも好きなんだよね。俺多分全部聞いたことあるかもしれない、うん、いろんなバージョンで。そうそうそう、歌ってるよね多分。オアシスラジオみたいのやりたいね。結構でも隠れ好き多いじゃない。ね、誰かがオアシス歌い出すとみんな歌うから、なんだろう、どっか日本人の、いや、あると思うな、引っかかるのかな。あと、ね、もう俺らピークの時間になるとシャンペインスーパーノーバを誰とも言わずなんかカラオケとか入れ始めるよね。もう今年はなかったねそれ。いつも夏の終わりになると悲しくてあれを歌うっていう夏だったんですけども、来年はそんな夏になればいいなと思います。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜は野村くん一と野田洋次郎の2人でお送りしています。お送りしたのはラッドウィンプスのグランドエスケープ。これはラジオネーム頭でっかちさんのお便りにお答えして、ちょうど転職前でマリッジブルーのように怖さが襲ってくるので気持ちが50グラムぐらいでも軽くなることがあればというのでちょうどいいなと思ってかけたんですけども、これ自分で弾いても難しいっていうぐらいピアノが難しいんでしょう。そうね、なんか、まあ、正確には2つのフレーズをもう別々にとって合わせてるから1回で弾こうとするととても難しい。とても難しい。うちで頼んだらこれ難しいぞって言ってたもんね。そうだね。でもすごくいい曲で、きっと頭でっかちさんの気持ちも上げてくれるんじゃないんでしょうか。ちなみにこれはニューアルバム Forever Days からセレクトしています。野村くん一がナビゲート、 Tutor Traveling Without Moving。 今夜はラッドウィンプスの野田洋次郎くんをゲストにお迎えして二人でお送りしています。まあ旅がテーマの番組なんですけど、まあ当然旅なんかほとんどできてなくって、はい、まあ、それどころか洋次郎くんたちはやっぱこうバンドなんでツアーとかがなりわいの一つですが、うん、多分こんなにできなかったことって、いや本当に音楽人生で初めてですね。その自分がミュージシャンじゃないからわからないんだけども、僕もこう編集とかものを作るときに割といろんなところ行ったり、うんうん、そこで見たものとかで急に再評価するものがあったり、こう刺激をもらわないとできないたちなんだけど、うん、まあ、ミュージシャンの人って多分こうこもってこもって突き詰める人と、うん、刺激をもらいながら作品にする人がいると思うんですが、うんうん、洋次郎くんは、でも多分両方じゃないかな。なんかスタジオにこもってやっぱり一つの作品を作って、うん、でそれを引っ提げて全国だったり、まあ世界ヨーロッパ行ったり、うん、去年はだからワールドツアーやる予定だったから、うん、その時期は一切レコーディングはしないんで1年ぐらいの間だから、なんかその反復というか行ったり来たり、うん、こもって出し切ったらあとはもうそうやって届けに行きつつもらうというか。そうだよね、こもって作ったものを発表しながらこうフィードバックをもらう。そうですね、だからこれがない時って、いや、まあ、この1年、うん、アルバム制作を遠くから近くから見てた気がするんだけどもなずっとこもって毎日。そうですね、洋次郎くんの方が僕よりちゃんとした社会人っていうかえ、また今日もスタジオに朝からいるよっていう、で何してんのっていうと曲書いてたとか、すごいなと思ってたんだけど、それ以外することなかったんでこの2年ぐらいは。でもそうだから、それができる人と僕なんて割と本当に刺激がないから、このラジオでも話してるけど本が読めなくなっちゃったの、映画見たり。ああ、なるほど。なんかすごい集中しなくって。ああ、でも分かるかも。いつも外にいたから旅行してたり、うん、だからこう2時間とか見なきゃみたいので、うんうん、集中してたのが全くできなくなっちゃったんだけど。なるほど。だからこう見えてリスペクトしてたんだよ。ありがとうございます。今日もやってるなっていうね。でもこう家で、まあ、旅で聴いた音楽とか、うん、まあ、この1年以上っていうのは多分この Forever Days、うん、制作にかかりきりだったと思うんですけども、うん、なんかこう前よりか確実に家にいる時間が伸びたじゃない。はいはい、
なんかちょっと仕事の話する時とかもまずじゃあ陽次郎くんの家行ってそこで2人で話しながら音楽聴いたりとかをしてたんですが、うん、どんな曲がお気に入りというか、うん、なんかでも基本うちで飲む時も BGM をねずっと流してるもんね。流してる ね、 ねスタジオで飲む時もそうだし、なんかそこら辺の曲を今日家で過ごす系ですか。まあ家で過ごす系もしくはこう家でこう旅気分じゃないけどもなんか少し景色が見えるというか、もう疑似体験みたいになってきてるから、そうそう、なんか旅をさっき想像した時にはそのティコのウェザーって曲がふと浮かんできて、うん、ちょっとヨーロッパとかで長めな電車とか乗る時、うんうん、ずっと窓の外見ちゃうような時に見ちゃうよね、うん、なんか見ちゃう。でも俺今年最初に仕事で新幹線乗んなきゃいけなかった時、うん、こんなに外見たことあるかぐらい新幹線から外をなんかこう移動が嬉しくて、うんうんうん、フィジカルに感じるでしょ、こう窓の景色を見ながら。だからその窓から見る景色に合う曲っていうのはすごくわかるなって思うんですけども、うんうん、じゃあかけてみましょうか。野村くん一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving。 今夜ラッドウィンプスの野田洋次郎くんをゲストに迎えて2人でお送りしました。アンテナには今日ご紹介した内容や楽曲をはじめ日曜の夜にゆったり読みたい記事がセレクトされています。今夜はこちら、ラッドウィンプスニューアルバムは Forever Days。 まあリスナーの皆さんは洋楽中心に聴いてる方がなんだかんだ多いと思うんですけども、僕は音楽って本当に、ま、番組のタイトル通りのことだと思いますし、新しいことをいろいろ教えてくれたり連れてってくれる乗り物だとも思ってるので、今日初めて洋次郎くんの音楽を聴いた方、もしくはファンだけどジャズのピアニストが好きだとあまり知らなかった方、両方をぜひ聴いてみてください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くん一でした。Tutor, traveling without moving.